チュブチュブチュブするとこ撮ってよ。ブチュブチュってブチュブチュはやばいよ。吸ってるとこもちょっと行ったっきょーす。いや、これについて寝といた方がいい動画に。何でなくなってるんですか。いや、全然使っちゃったからすり鉢え、これ映したらいいです。え、なんすかこれ。いや、これソースだって。え、ちょ、量がみんなの分全部使ってんすか。いやいや、これぐらい使う。いやいや、ソース半分消えてるって。使う。だって、高ってかけるぐらいでしょ。普通そう。ひたひたに、ひたひたにしないで。一生分のもうソースじゃん。見とけよ、マジで。いや、それマジ全部使い切ってください。絶対使ってみてください。炎上しちゃうんで。ほんとだ。マジ、俺やっちゃいました、俺。あれ、俺やっちゃいました。いただきます。いや、でもいけるいけるいける。ほんまかな。いや、海じゃん、マジで。ちなみにマジのガチの話していい、うん、俺ずっとこれぐらい入れてんだよ。バックで言われてますよ。いつも言ってる人はソースいつも半分ぐらい使ってくる。あのパスタにソースカレーやすい。ごま感じますよ、このソース。うん、いや俺とかごまとソース1対1なんですよ。1対9じゃん。ソースとかもソースが9。ごま入れてないの。ごま入れる意味ないな。こんなソースです。ごまいらんけど。めちゃくちゃ多い。こっちかければ。ごま味ついてるんかじゃ。風味とかあるじゃないですか。いやいや、ごま単体に。ごま単体にはないっすよ。潰すと出るよ。そうだ。すると風味がね、広がる。優しいよね。パワー系だから。パワー系飯。あそこに山火事マップ書いてあるわ。山火事マップ。悪いな、いいことだな。大文字して火事になったりしないんですか。いや、さすがになんないんじゃない。そんな話聞いたことないけど。一回目です。半分ぐらいソース使いましたよ。本当だ。やば。いや、まあ、喉乾かないんですか、それ。うまいね。お配りしてるぞ、絶対。水のように飲んでる。服に引けなくなった。ありがとうございます。揚げ物ばっか食ってる。やばい。あと1日は現実に引き戻されちゃうよ。おお、まだカップラーメン食わなきゃいけなくなっちゃうよ。カップラーメン生活。カツなくなりますよ。本当だ。ソースがなくなってないんだって。俺ほら、俺とかフラフラ食うからめっちゃちょうどいい。いやいや、これぐらい余ってもいいや。ソースさんがもったいない。あの、ちょっと最初から少なかったら全漬けできん。全漬けって何。全漬けしようとした。ひたし串カツと勘違いしてる。おーっとっとっとおっと。あぶねー。京都で木ざる禁止にした方がいいって。池袋ならまだいい。こんな静かだった。おっとっと。目立ってな。動画見てる人は動画回ってる時だけ木ざるやってると思うかもしれないけど、昨日 USJ でジェットコースター乗ってる時も。おっとっと。フライングライン。本物ないよ。本物の木ざるないから。だって日常生活でも木ざる使ってるから。それはもう木ざらないよ。陽気なんだ。しゃあないってそれは。ごちそうさまでした。見てください。ちょっとソース使いましたね。使ってないっす。普通これなんだ。そう、空っぽだもん。空になるんですよ。そこ見えてないもん。びちゃびちゃなんですよ。もう一周いけるぐらいのソースになってる。もう一周は無理でしょ。いやいや、いけるって。いや、いやいや、だって初期より多いもんね、足くんのだって。そう。